というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。並べております、うん、はい。こんなね、当たり前のようにまあ目にしてるものがさ、はい、こんな身近に来たの初めてよ。そうですよ ね。私はまあそういうのをやったことがないもので、はい、うん、で何ですかこれは。まあこちら、あの、今そんな話を始めましたが、うん、本題はポケポケ、うん、まあ、先週にもちょっとやりますよみたいな、うん、ことを出したんですが、うん、実際もう今日が火曜日なので、うん、明日リリースされると、うん、はい。でまあ先に言っておくと、うん、このカードなぜ買ったかって、うん、マサさんが、なんせこの私がね、まるっきり免疫がないものですから、なさすぎまして、一体何をこれからやっていくのかもわかんないです、はい、だから僕のポケモンの知識はポケモン GO しかないんですね、だからあの頃辞めるまでに出てたキャラクターはまあ名前をぐらいは知ってんだけども、うんうん、まずこのポケカ、はい、ポケカというものがどうやって遊ぶものかというか、はい、それすらわかんないし、はい、大の大人たちがまあいっぱい買い集めて、うん、何が何なんっていうぐらいの知識なんですよ、はい、だからこの本当にこのソシャゲをね、うん、やりながらどういうものかというのを、うん、これを私に教えていかなきゃいけない。これ翼くんが、あ、こっちがこっちに対してね、これ翼チャンネルと言ったらもうやっぱりさ、もともと知ってる人たちだと翼くんイコールポンコツというのはあるけど、まあこれはね、今回のこれに関しては翼くんが教える側に回るわけですからはい、はい、これは重要なのよ。まあ一応僕もポケモンカードというものに関してはまあ正直触れたことはないことですが、まあ自分の事前知識と、あとポケモンに対してだったらスタッフさんよりはあるんで、というものを使って、あとまあなんか翼くんの顔見てるとさ、ポケモンの中にいそうだからね。この顔が目離れ多いのよ、やっぱり目離れはねあると思う、はい、あの今日の動画はもうちょっと翼チャンネル集ただよしをながらやりますけどね。ああ、このそうそうまあ初めて見た方はこんな雰囲気でやってたんだよみたいな、そうそうそう、ね、なんかわかんない、今後このポケカのポケポケの動画の中でクソ真面目に語ってるけど、過去の動画あさられたら一発アウトだからね。まあそういう可能性はありますね、はい、うん、あ、こいつアホなんだっていうこれ小学生中学生にそう思われたらもう締めたもんですからねまあいじってもらいつつ、そう、目離れって、はい、呼ばれたらもう最高それは嬉しいな、うん、はい、ということで、はい、まあ今のとこね、明日にならないと、うん、そのどういうゲームか分かんないんだけども、はい、まあ大体一緒ってことなんでしょ。まあほぼ、まあ、うん、結構違うとこあるんだけど、僕はね本当にその、はい、カードを見たことがないんですよ。これね、はい、だから今ちょっとね、ご飯食べた後に、うん、ちょっと買おうと、はいはいはい、で今買って、うん、ちょっと開けてごらんなさい、これ。というわけで開封いたしました、うん、全部で25枚ですね、うん、5パックやったんで、まあ、まず最初思ったのは、ね、はいはい、ガムが入ってない。ガム、うん、ガムはないの？ガムなんてないよ。飴もないの？飴もないよ。これカードだけ売ってる。普通です、それは。はい。昔のね、あれとは違うんですよね、そういうのは。ああ、そう。そう。当たり外れもないの。まあ、当たり外れはあるんだけど、その、そういう当たり外れではない。もう一枚とかないの？そういう当たり外れではない。もう一パックとかないね。それを期待しちゃった。あ、そうなの？何も入ってないから外れ。違う、もう全部。まあ、当たりなのかな？ちょっとあの写真載せておきますが、うん、僕らも、その、このカードに対して何がいいか悪いかっていうのは分からないんで、うん、まあこんなこと初めて触れてみましたが、っていう、うん。これは、だからどうなんですか？まあ、だからカード的に言うと本当にボードゲームのカードと同じなのね。はいはい、このカードのサイズ的にはね。はい。トランプというかなっていうかね。手のひら1枚で収まる感じのね、うん、カードですよ、うんうんうん。はい。っていう。まあこれがポケカなんだと。これポケカです。はい。こんなのをもうみんな子供たちは一発めてるわけでしょ。うん。まあそういうことですよ、うん、本当に。これをわざわざその、なんつうのかな、はばからないで、ソシャゲの中でやろうよっていうことなのかな。まあ一応、でも一応そのカード自体が、今回このパッと出てるやつ、うん、ポケポケにはまだ実装されてなかったりとか、うん、ポケポケ専用のカードだったりもするし、うん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 、そもそもルールが違うんで、うん、まあこれがあったからなんだっていう話ではあるんですよね、うん、ゲームに関しては。うんうんうん、なるほどね。はい。そういうことですか。だからまあね、これって基本的には人と人とで遊ぶわけでしょ。ええ。で、一人で眺めてるものじゃないんだよね。まあ、眺める人もいますけどね。うん、はい。だからまあ、あとはソシャゲの中で、どういう風にね、うん、このバトルというの、なんていうの、はいはいはい、対戦っていうの。まあ、対戦でいいじゃん、カードバトルなんで、うん。が展開していくのかなっていうのが。うん、一応ランダムマッチ、うん、まあそのプライベートマッチみたいなものもあって、うんうん、基本的には多分ランダムマッチで上を目指すみたいなことだと思うんですね。本来はさ、ソシャゲっていうとさ、うん、まあ例えばストーリーがあったりとかさ、はい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 、そういうのがあるわけじゃん、うんうん、だからこのゲームポケポケっていうのはどういう感じになってくるのか、はい、そうですね、更新のたびに何が追加されるのかなとか、僕はもうそういうのがさっぱりわかってないんですよ、はいはいはい、だからそういうのを、まあ今日はね、まだ明日にならないと、うん、ゲームのね、ダウンロードすることもできないんで、はい、まあ明日から翼くんが一生懸命やって、はいはい、うん、皆さんに
何か役にお役に立てればただの目離れじゃないっていうのをね、うまいこと読み上げて見せないと、まあ、いけないんじゃないかと、はいはい、うん、まあそんな感じですよね。だから何にしても明日になってみないとね、まあ実際動くのはね、なんか現段階でスタッフさんも一応だからやるという提案ですね。まあそうですね、はい、まあ一応ね、まあ、なんかもしダウンロードしてみて、うん、あとはね、だからそのリセマラっていうのはやっぱりあるわけでしょ、はいはいはい、うん、これをどれぐらいやんなきゃいけないんですか。リセマラはなんかあの人によって今意見だいぶ変わってますし、うん、僕は正直、うん、まあ、例えばスタッフさんならですけど、うん、なくていいかなと思ってるんですよ、うん、私一応廃課金宣言をしますよ。そうですね、はい、毎回あのもうジャブジャブとお金を使える方なので、うん、そういう人は多分リセマラをしない方がいいかなと思うのは、ああ、まあ、リセマラに今回は時間が結構かかってしまうみたいで、うん、だからこれあれですね、この動画を見てくれる人、まあ、毎週僕は火曜日しかさ、はいはいはい、参戦しませんけども、いないですね、はい、まあ、その時にお金を使うとこんなになるよっていう気持ちをね、うん、そうですね、うん、まあ、見せれればいいかなとは思ってるんですけどね。美課金廃課金ぐらいになると思うんで、うん、ただまあその課金をして、うん、あまりそのなんていうのかな、うん、得がないというか、なんか、あればまた違うんだけど。多分、草木さんの場合だともちろん対戦っていうこのゲーム自体なんですけど、うん、さっき言ったコレクション要素が結構強くて、うん、まあ、なんかこの、例えばヘルガーっていうポケモンがいたとして、うん、このヘルガーと色違いのヘルガーがあるんですね。うん、あ、はいはいはい、で、能力は一緒だけど、柄が違うとか、っていうものがあって。うん、ポケモン GO だって色違いありましたからね。まあ、その、この場合、柄違い。キラキラもありましたからね。まあ、キラキラもあるし、っていうこともあるんですけど、うん、まあ、こんな感じで違うカードが出て、うん、能力全く同じなのに、絵が違うとか、うん。あ、これ今同じなの？いや、ごめんなさい、違いますよ。まあ、例えるならっていう話してます。やったんですけど、はいはいはい、っていうことがあるんで、あ、なるほどね、課金者は、一応カードゲーム自体に同じ、うん、例えばヘルガーっていうキャラだと、うん、同じ名前が2枚しかデッキの中に入れられないんで、うん、いくら3枚目4枚目持ってても意味はないんですよね、うん、あ、なるほどね。でもなんかエフェクトはつくらしいんで、うん、そういうこだわりですね。だから僕は本当に純粋に疑問に思ったのはさ、はいはい、まあずっと買ったりしてればこういうカードをね、うん、はい、ダブってくるわけじゃないですか。もちろんこういうのを子供たちとか、まあ好きな人たちってそれも残すのか捨てちゃうのかとかね。リアルポケモンカードの話ですか？そうです。それは人によって知らないんだから。まあそうですけど。まあだからほら、ソシャゲ内にも削除とかあるかもしれないじゃん。いや、ないと思う。だって基本的にゲームって、はいはいはい、ボックスの数って決まってるんですよ。そうですね。あとは課金して枠を広げていくってなるから、はい、例えば1000枚なら1000枚は、ね、はいはいはい、持てるけど、それを超えたら枠をお金かけて広げるか削除するかってなるじゃないですか。いや多分ないと思っていて、まあってこの仮にこれが被ろうとも、うん、その枠を圧迫しないと思うんですよ。ああ、なるほどね。これが増えていけばなんかその、うん、エフェクトが追加されるとか、うん、スリーブって言って、うん、カードを入れる袋の柄が変えられたりするみたいなんで、うん、基本的に追加されていったからといって、うん、圧迫されるわけではないと思います。ああ、なるほどね。廃課金してるとさ、基本的にそういうところをすごく気になるの。はい、そうですよね。はい、ね、アイテム持てなくなってくる。ドラクエウォークで武器を取れなくなっちゃうんですか。もう何のためにガチャやってるんだみたいな、ね、そうそうそう感じだと思いますけど、きっとそんなことはないと思います、うん、はい、いつもそういう削除しながら掃除していかないといけないよね多分おそらくそういう整理整頓はいらないはずですね。なるほどね、はい、まあだからほらなんつうのかな、まあ、そんなさこのポケモンっていうタイトルなんで、うん、はい、課金課金課金っていう感じはないと思うんですよ。おそらくそうだと思いますね、うん、だけどそういう村から僕はやってきたんで、村どういう風になるかっていうのはね、それをだから見てくれる人はさ、はい、ちょっと楽しんでいただければいいじゃん。まあそうですね、基本的に無課金の人が多いと思うんで、うん、まあ、廃課金の方がやるとどうなるかっていうのも、まあ、僕も気になるところでありますね、うん、常に売りにしちゃうんですそれをね、廃課金っていうと。そうなんかもう金に物を言わせるみたいで嫌だな、うんうん、まあでもしょうがないですよね、まあ、そういうゲームプレイスタイルしか知らないんで、ね、はい、まあこれは本当悪気もなくそういうあれだからっていう感じですね、うんうん、はい、まあそういうことで明日を楽しみにして、うん、そうですね、とりあえず、まあ、何にしてもその明日からのつなぎはずっと翼くん一人の動画になるんでねできたらちょっと、ね、何やろうかしらね、うん、はい、何かやっぱためになる動画を、まあまあね、うん、うん、そういうことになりますが、今日ネタがないなと思ったら、なんか翼くんが自分でもうポケモンのなんかコスプレするとかさ、なんかするしかないと思う。まあとりあえず何かしたいところですね、うん。はい。まあそういうことで、はい、明日からをちょっと楽しみにしていただきたいと。はい、じゃあそういうことで、ね、どうもありがとうございました。翼チャンネル。チャンネル登録してくれよ。な、な。チャンネル登録してくれよ。な、な。